小松ジャンゴ。なんか言ったか。え？今なんか言っただろう。言ってませんよ。そうか。あ、飴食べる？飴、何味だ？黄金と。え？事故前に食べたがってたでしょ。あなたが目を覚まさなかった時、最後の一つをあげればよかったって。そればっかり。別にそんなに食べたかったわけじゃないけどな。まさかバイクが突っ込んでくるなんてね。そうだな、いつ何があるかわからないもんだな。だからこれからは絶対黄金とは2つ以上持っておくことにするわ。だからそんなに食べたかったわけじゃないって。夢の中でなんだかいろんな人に会ったよ。いろんな人って？親父やおふくろ、兄貴にいとこに、もう随分会ってない友達たち、それに会社の上司や部下も。けどその合間にお前がしょっちゅう出てくるんだ。あら、いいじゃない、出てきても。ああいうのを走馬灯っていうのかな。それなら私も見たのよ。アヒルの王子様や楽団が出てきて、それに。それただの夢だろ。だいたいお前は全然死にかけてないんだから、走馬灯なんか見ないだろ。だって見たんだもの。それでずっと私あなたを探してるの。あさって退院したら、うん、やってみるか、駆け落ち。は？あなた駆け落ちの意味分かってるの？俺は分かってるよ。お前がしたいって言ってたから。けど砂漠に咲く花もう終わっちゃって、次のドラマは推理物なのよ。そうですか。じゃあ温泉には行かないんだな。え、行くわよ。ちょっと寂れた温泉でしょ。ああ。で、ちょっと太エビを食べて。ご当地鍋と肉も食べるんだろ。そう、やっぱりいいわよね、駆け落ち。まあ、駆け落ちじゃないけどな。ねえ、あなた、子供の頃、宇宙人を捕まえようとしたことなかった？宇宙人？なんだ、お前そんなの好きだったか？私は好きじゃないわよ。じゃあなんだよ、急に。あ、そういえばあったな。森で、知らない子と一緒に探したんだ。けど結局宇宙人なんていなくて。あれ？お前にこの話したか？実はその子ね。え？やっぱりやめとくわ。なんだよ、言いかけといて。だってもったいないんだもん。もったいない？ねえ、私たちが今度行く温泉宿、近くに森があるところにしない？それに小川も。そうだな、いいかもしれないな。かもじゃなくて、すごくいいわよ。トンネルか？そりゃ食べられるよ。食べようと思ったら何だって食べられる。
小松ジャンゴ。